動画スクールはこちら。動画専用のカメラに対してレンズをどれを使ったらいいのかなっていうのが分からなくて、でそこに対してのアドバイスはもうピタッとはまったんで、それがすごく助かりました。普通の出流写真撮ってる時って音に対して全く意識してなかったんですけども、持ってきていただいたマイクをイヤホンつけて聞いた時に、いやこんな臨場感のある世界があるのかとすごく衝撃で、やっぱ音って大事なんだなって初めて気づいて感激しました。このカメラの強みを生かす適性をうまく使うにあたって、ここで実際に操作をしてみてアドバイスをもらってっていうことなんで、それはやっぱりね、機材使っておられるねこちらだからこそできることなのかなと思いますし、現場目線のお話なのですごいリアルでいいなと、おすすめできるかなと思っています。ぜひ動画スクールを受けてみてください。